さあ、こっちかな。登っていきましょう。まったく、どいつもこいつも、しつこくてヘキヘキする。誰かいる？死んだ兵か、これ。味方なのか、どっちなんだろう。行かれてやがる。敵でした。警備兵でした、普通に。はい。あれ？クラウドしかいないか、今。そっか、そういえばそっか。分かれましたもんね。あー、となると、ちょっとマテリアも変えた方がいいかな。一人用のマテリアにした方がよろしいかな。OKOKOK。見破ると、回復をつけてきました。ちょっとマテリアなんか欲しかったな、もうちょっとクラウドの武器。お、上級、鎮圧戦。こうやって結構めんどくさいんだよな。そう、で、属性の炎をつけときましたと。結構上級兵とか、この辺りね、炎弱点が多そうなので。はい、炎属性つけてきましたと。いうわけで、範囲化もつけた方が良かったかな。ちょっと待ってくださいね。なんか、いろいろボタンを押し間違ってるんですけど。範囲化ちょっと欲しいかな。鎮圧系、鎮圧性3体ちょっとね、範囲化欲しいな。確かに。燃やす。くそ、邪魔するな、この野郎。敵弾兵を倒してしまう。からの、もう一体なので、ファイヤーでいいかな。ドン。OK、誰かいるまだ。敵弾兵が放った弾が暴発してたのかな。属性マテリアより範囲化の方がいいかな。ちょっと迷いますね、ここは。ちょっとここ範囲化にしてみようかな。重力玉。これも使ってませんね、まだ今だに。ちょっと使ってみようか、試しに。どこに行ったとき？こっちか、スタンレーか。遠距離か、めんどくさいな。バレットいてほしいな。一回 A ですか。スタンレー、ちょっとどうやって攻撃しよう。もたりきくんのちょっといいとこ見てみたい。あ、なるほど。こういう感じね。ドン。あー、そんな減らないね、やっぱ。なんだろうね、ボスとかに有効なのかな。こういう雑魚的にはあんまり効果を発揮しません。ドン、OK。倒していく。さあ、どっちに行けばいいんだ、こっちかな。高いですね、やっぱり。てか、結構、マップが複雑だな。どっちから来たのかももう忘れてしまった。とりあえず上がっていけば、まあ間違いはないよね。はいはい。で、こっちに行きまして、どんどん登っていく。大人帝国の逆襲を思い出すね、クレヨンしんちゃん。は、誰か、あ、ディメンター。ちょ、何やってんの？ちょい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 。顔がないよ。ちょ、本格的にディメンターするのやめて。ちょ、キュッチューするのやめて、マジで。エクスペクトパトローナムないと勝てないから。あ、ビックスかよ、こいつ。誰かと思った。モブ兵かと思った。ビックスだった。大丈夫か？満身創痍じゃねえか。いや、参った。ケアルかけてあげてよ、クラウド。ウェッジは。無事だよ。中だ。安心しろ。ティファが連れてったよ。よかった。腹がクッションになった。喋るな。早く撤退してくれ、ビックスも。苦戦中だ。頼む、クラウド。行ってやってくれ。任せろ。あんたはどうする？あ、まさかの選択肢が来たよ。どうしようかな。じゃあ、あんたはどうする？聞きて。任せてくれはもちろんなんだけどね。あんたはどうする？ちょっとやばな質問かもしんないけどね。あと100人倒してやる。いやー、もう気力が衰えてないな、まったく。なめんなよ。普通の男最強すぎんだろ。普通じゃねえって、もう。普通だけど普通じゃねって。そうだ。言いたいこと伝わるかな。個人がある。ああ、五番街のね。五番街のスラム。うん。弟子がいるんでしょ。時々って子供たち。じゃ無理すんなよ、マジで。断る。自分でやれ。そうだ。自分でやってこい。子供苦手なんだろう。そうだよ。言ってやるなよ、クラウド君。そう、苦手だから。自分でやってくれよ、ビックス。ガキ。お？
じゃあな、クラウド。ちょ、やめて、そのセリフは。任せた。グーじゃないよ。それはグーじゃないですよ、本当に。え？なくなっちゃうの？うわぁ、マジか？ネタとかじゃなくて、ここ本当に？ちょっとビックス、マジで？お亡くなりになったの？うわぁ、ちょっとケアルラをかけてあげたい。10回ぐらい。ビックス、起きろ！起きろ、ビックス！お前の使命はまだ終わってないだろう。こんなところでくたばんじゃねえよ。あー、マジかー。ちょっと、いや、死んだ、マジ、許す、マジ。何爆発したけど？どこ爆発したの今。ここ登っていくのかな？ウェッジは無事じゃないですか、今のところ。じゃ、ビックスも無事になってほしいんだけどな。ほんと、気絶したとかじゃないですか。あ、なんか倒れてる。警備兵。何この警備兵。倒れてますけど。とりあえずスルーで。あいつは KR とか関係ないけど。どこ？あ、いた！な、飛んでる？何そのタケコプターみたいなやつ。欲しいんですけど、俺も。うん。なんかディメンターほどじゃないけど、このタケコプターもなかなか便利そうじゃないですか。ラピッドチェーンを。いや、その前にちょっと見破りをしていきましょう。その初見ですよね。空中兵。格好の的だと思うんだけどな、この空中兵。シンナーカンパニーの治安維持部門に所属する兵士、強化スーツをまとい、プロペラで空中を移動する、上空からの索敵や高所の追跡任務。はいはい。空中時、活属性攻撃でバトゲージが溜まりやすい。なるほど、はい。空中ですね、やっぱり、風ですね。ただ、炎も効きそうなので、使っていきたいところではありますね。動ける。回復。いけ。プロペラプロペラでも攻撃できるんだね。リミットも溜まったんだけど、使うまでもないかな。ただちょっとクライムハザード当てていきたいな。未だに外しまくってますからね、この技。さあさあ、全部当たるとこんな感じになるというところを皆さんにお見せしたい。ナイスみたいな感じですね。うん。まあ、この FF リメイクのさ、システム上、リミット溜まっても、次の戦闘に引き継げないから、使っちゃった方がお得ですよね。はいはいはい。あー、アバランチの人たち倒れてますね。いっぱい。みんな気絶であってほしいけど。何人かは本当に、お亡くなりになってそうな感じがするな。残念だけど。さあ、登っていくよ。アイテム取り直ししないようにしたいんだけど、ウータイの犬じゃないんだって関係あるのかな、リメイクだと。なんでウータイが出てくるのかよくわかんないんですけど。さ、もう一回配下のファイラを食らわしていきましょう。あ、ドンドンドン。あ、ドンドンドン。いいね、燃えますね。いい感じで燃えますね。気持ちいいね。さ、からのラピッドチェーンを食らわしていきましょう。ナイス、ナイス、ナイス。4回やってないか、さっきから。なんか、たまに4回当たりますよね、ラピッドチェーン。なんなんだろう、これ。さあさあ、もう一回ラピッドチェーンを放っていきましょう。MP がなぁ、なくなってきちゃったなぁ。ちょっと難しいですね、一人だと。やっぱり。ティファとエイリスのね、存在がありがたいですよね。まあ、ついでにバレットも。こっちかな？登っていくよ。よいしょ。さあ、まだ上あるかなぁ。結構登ってきた気がするんですけど。こうやっていく。何もないかな。あー、ヘリコプターが飛んでるよ。撃ち落としてえな、ロケランで。持ってないけどね。クラウド君。ここなんか使えそうな感じもするけど、何もないし。壊していく。ありがたい！ MP 回復はマジでありがたい。さあ、お、ムービー入った。さあ、乗ってるのは、誰でしょう。ワロトルで。お、レナさんか。マイクテストするな。事前にやっとけ。おう。じゃあ、セリフもちゃんとやっとけ、最初から。ややこしくなるから。そうはいかねえんだよ。こっちは守りたいんだから、支柱を。
ユノさん下手くそですね。演技というか、なんというか。あいつ。もう一回ぶっ飛ばしてやろうか、レノさん。負けたもんね、クラウドにね。ちょっと根に持ってるんちゃう。眩しいって。あ、それはまずいですね。それはまずいですね。正々堂々降りてこいやってめ。ガトリングはお前。やばいだろ、それは。ほらほら。ちょ、急にディムになるな。いやー、卑怯だな、それ。ほんとに。普通に怠慢で勝てないと見るや、ガトリングで。さすがにまずいよね。やばいやばいやばい、ここもいつまで持つか。黒の組織とかね、こういうの得意だけど、未だにコナン君倒しきれないっていうね、ガトリングガンを使っても。諦めて投降しろ。諦めて投降しろ。ルーダもそんな上手くないね。お堅いですね、ちょっと。もうちょっと慣れきんないとダメですよ。ハリウッドからオファー来ませんよ。何笑ってんだよ。お前もな。人のこと言えないからな、メンバー。台本はちゃんと覚えとかないと。やばい。危ない危ない危ない。そこにいたのか、ヤリス。ティファの、それ化け物ですか、君。ありがとう。だんだんワンピースのサンジに近づいてきたね。やってることが。どうかな。よかった、無事で、ベッチ。痛くないって。ごめん。私もやっぱり、上へ行く。ティファも来る？うん、心に従って。心に従え。いい言葉ですね。うん、エアリス、ウェッチと逃げてほしい。できれば来てほしい。ウェッチ一人でもう逃がしてくれよ。セブンってお店があるの。そこで、マリンが待ってる。でしょ？任せて。必ず助ける。そうだね。マリンもそうだ。襲われてるんだっけか。なんかこの短時間でめちゃくちゃ仲良くなったね、ティファとエアリス。最初なんか、ティファはエアリスのことを疑心暗鬼な感じだったけどね。さあ、ティファが来てくれる。セブセブヘブヘブ。ウェッチ、待って。エアリスはウェッチと一緒にセブンセブン。ここでエアリス操作するの？マジっすか？俺は予想外ですね。ちょ、ウェッチ早いんだけど。動けるデブか、君もしかして。開けてください。お、先輩兵士。いつぞやのやつじゃないか。うん。ね、ちょっと新人のやつに、しっかりしろって言ったやつだね。役立たずっす。さあ、どうするんだ？諦めないで、ウェッチ。お、まさかの、マヤミキ戦法できたか。諦めないでっていう励ましの感じで来たか。プレートが落ちるって信じてるんですね。うん、俺はアバランチの勝利を信じてるっす。まあ、エイリスの気持ちもわかるけどね。嫌な予感がずっとしてて。なんだろうこれ。それ私もだから、いざという時に備えよう。あの時こうすればよかったって後悔しないように、今を精一杯できることちゃんと。うん、最後の方ちょっと片言な感じになったけど。、うん、いい感じで伝わってきたよ、気持ちは。さあ、やばいね、劣勢なのかな、上は。お、なんか何が起こるかわからないっす。急に叫び出した。いつだって手遅れっす。うん、演説が始まった。助からなきゃダメなんだ。急に熱くなりすぎだろ。鋳造もびっくりだね、これは。おお、心動いたよ。心動いちゃった、新人くん。あ、首だわ、こいつ。終わったわ。
こいつのキャリアは終わったな、これで。レッジ、セブンスヘブン。ああ、ご愁傷様です。そこの道を抜けて右側っす。うん。マリンは任せて。町のみんなは任せてください。いや、ザルだね、この警備兵たち。まあ、こっちからしたらありがたいんだけど。味方になってんじゃねえか、お前。アバランチ。アバランチの。まあ、逃げれればいいんだけどな。プレート落ちてきたら本当にやばいからね。どっちに行けばいいんだ？こっちか。7番街の方に行けばいいのかな。逃げろ、逃げろ、見てないで。野獣まぶってないで。早く逃げろ。そう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 、セブンセブンに行くんだよね。うん。お、夏木マーレ、久しぶり。何か知ってるのかい？マーレさん。無事なんだろ。無事とは言い難いね。でも。交戦中ですね。プレートは落ちるのかい？逃げとけ、夏木さん。はい。うん、落ちる前提で動いてほしいね。どういうつもりなんだよ。あくまで騒いでも仕方ないよ。さあ、自警団は避難誘導だ。いや、その前に避難経路の確保。ああ、そうだそうだ。ほら、行こう。うん、自警団やっぱしっかりしてますね。ちゃんとシミュレーションしてあんのかな、こういう時が来た時のために。友達です。後で顔見せなって、ティファに伝えておくれ。はあ、このエアリスのさ、7番街に来る視点は原作ではなかったからね。これすごい新鮮ですね。あ、またヘリかい。お、なんか落ちてる、ぶつかる。そんな、落ちてくる。ディメンターにいられたのかな今。やばい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 、エアリスジャッジメントレイを今こそ使わないと。エアリスなんで撃たないんだ、ジャッジメントレイ得意の魔法。やばいやばいやばい、爆発するよ。大丈夫エアリス。急げ、こっちだ。あー、道塞がれちゃったね、うまい具合に。都合よくちょうどぴったり道が塞がれてしまった。なんだこの嫌がらせは。どんな落ち方だよ、プロだろこいつ。墜落のプロですよ。別の道どこから行ける。ちょ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 、なんでこんなうまく落ちれるかな。一番嫌なポイントでさ、すごすぎるわ逆に。こっちかな。ぐるって回ってく感じかね。通れそうな道。あ、エアリスの服もちょっと汚れてますね。リアルだな。やった。お、こっち行けます。爆発。大丈夫か、行けるかな、こっち。待ってて、早く行けろ。落ちたよ。あー、君久しぶりだね。猫の子だね、きっと。一番最初にやったクエストの子。痛いね。元気してたか。今は我慢しようね。エアリス優しいね。早くこの先。動物たちも無事だといいんだけどね。夏木さん、この体に鞭打ってもう立派すぎんだろう。うん、優しいエアリス。ただ急がないとセブンセブンも結構まずいと思うんだけど。救助。何が起きてるんだ一体。さあ、これはまずこっちに行った方がいいのかな。走れませんね、慌てずゆっくり。まあ確かにいいことだけど、みんな走ってるから意味がない。逆にも壁になってるという。ちょっとは急いだ方がいいんじゃないか。三塁コーチャーがいますね。さあ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 、夏木さんに預けて。逃げ道はこっちだよ。ほら急げな。この子もお願いします。ああ、ベティ、どこにいたんだ。あ、お父さんいたんだね、よかったよかった。夏木さん本当にあれだよな、マーレさん本当に魔女みたいな服装してますよね。およし、
人相も服装も魔女だよね、もう。ただめちゃくちゃいい人だという。実際は。さあ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 。逆走していく。何この赤い液体。ちょっと、なんでこれ、汚っ。おー、危ない。あ、そう。来てたのか、お前。お前はなんかプレートの方に行ってる、地中のところにいるイメージしかなかったんだけど。7番街上空通ってたんだね。別件が入った。あとは任せたぞ。ああ、ここでエアリス連れてかれちゃうんかな。自由だ、お前は。さあ、大丈夫か？とりあえず今はエアリス無事みたいだな。セブンスヘブンにとりあえず行きたい。早いとこ。やばいな。あんな目の前で爆発したらさ、普通はただじゃ済まないと思うんだけど。神回避ですね、エアリス。マリン、もう少しだからね。もう少し。ここ。着いた。さあ、開けていく。マリンは無事かな？誰もいないといいんだけどね。死んだの奴らが。あ、鳴き声が聞こえるよ。どこだ？カウンターのところか。あ、いた！ちっちゃい、かわいい。マリンだよね、いた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 。久しぶり。ごめんね、この前。誰？ゴーストのところで出てきたとき、一瞬思い出せなかった。ごめんね。私は、マリン。ティファのお友達。ティファは、どこ？今は、クラウドたちと一緒。父ちゃんも？バレットだよね。うん、一緒。まだ、帰ってこないの？そう。だから、うん、やっぱりマリンはずっとそのバレットの心配をしてますよね。マリンと一緒にいてって。でもここ危ないから安全なところ行こう。店壊れちゃう。お家なくなっちゃうよ。辛いね、本当に。ちっちゃい子からしたらさ。でも家族が揃えばそこがお家だよ。わ、めっちゃいいこと言うじゃん、エアリス。一緒に行こう。そうだね。人以上に大切なものはないか。お家が壊れてもね。いやー、ほんと死んだわ。辛いことするよな。まったくもう。ん？どうした？ん？なんだ今の。ジャキーンってあのクラウドの頭痛のあれが起きましたけど、マリンとエアリスでなんで起きたんだろう。いい匂い。そう？マリン、この匂い知ってるよ。あ、お花の匂いってことか。語ってあったんだね。お花。ティファにあげたやつ。忘れないでね。行こう。そう、エアリスパートまだ続くのかな。お花いっぱいにしよう。マリンにもできる？もちろん。どんなお花？猫じゃらしいっぱいありますよ。あ、すいません。ムービーが来ると思わなくて、済んじゃいました。ゾーン来るか？来たな、ゾーン。幻影旅団の団長。ちょっと似てますね。クロロに。さあ、ここで捕まってしまうのか、逃げ切れるのか。
タークスのね、一番偉い人だからね、ソンは。レノさん、ヌードさんとはまたやっぱり格が違うんだよね、ちょっと。心配しないで、マリ。うん、やっぱりあの二人よりもちょっとね、なんていうか、取引したいんだけど、徹底してるというかね。なるほどね。はい、ここでまた場面が戻り、クラウドの方に来た。